さか、あの身のこなしはジリンがケフラと戦った時ではない。こりゃもう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況、次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。ジレンの攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空急げ。何かやってはないのか。お前たち黙って見ていろ。悟空、またまたすごくなった。スーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたのだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそが完全なる身勝手の極意。そんなはずはない。俺は負けん。ま、ねえ。手加減はせんぞ。か。凄まじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。なぜだ。なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空、17号やベジータ、それに他のみんなオーラに託してくれたんだ。その思いにかけたら、ここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見せてやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。一般の言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオラたちの力だ、ジレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行け、カカロット。ジレンに勝ってみせろ。まさか。ついにやったか、あのジレンを。すげえぞ悟空。